水中花の蜜、クイーンスライム絶対無理やん。じゃあちょいさらに行きましょう。ん？何？トレジャー。一歩ずつです。トレジャー総額アップ。やりましたね。あとちょっとでランク3や。とりあえずランク3まで上げたいな。あれってわざわざ確認せんかったら上がらん感じ？まあと1回行って帰ってきたらランク3に上がるんじゃない？ま、さあ次はどこだ？あ、でもまたこのテイリア氷雪島、ここがいい感じっぽい。え、前回どこ？スタール氷河、クリスタ湖畔、どっちや？わからん。あ、わからんぞ。クリスタ湖畔に行こっか。さっきスタール氷河やったんかな。こっち行こう。あ、ここ最初のとこやね。なるほど。あ、違う違う違う。乗るな乗るな。え、ここじゃなくって、ちょっと待って。もう一個の方行きたい。お宝が見つかりやすい分。どっちや、スタール氷河か。こっち行きたい。行って行って。よし、来た。で、人型のやつは、ゾウ。めっちゃいい。人型のお宝めっちゃ集めたいな。ひたすら人型のお宝を集めてさ、ずらーっと並べたいんやけど。マジでなんで1個だけなんて感じよね。あれ？クエストは？なんかあと1個ぐらいなかった？なんか数字あったよね。さっきさ、あ、あったあった。364。行こうぜ。ガーガー。全然流れてなかった。あ、でもこっちの方ってあれか。若干レベル、あ、待って、あそこに風船見つけたんやけど。風船見つけたんやけど。ただまだ乗っとるけんな。ん？どっかに。なんか今。どこや？え、どこ？え、どこ？待って待って、どこどこどこ？どれ？え、なくない？下？え？どれよ？え？ないですけど。でも確実に今、宝箱出たよね。あれか。いや、降りるの、めんどくさいな。とりあえず、やめとこ。で、なんかね、その、え、どこ？あ、あれや。あれあれあれ。いいよ。よっしゃー、できた。さあ、行くよ。まだやった。はい。行くよんで、こっちの方向。あ、キュートスライムって、この辺は大丈夫。あ、そっか。さっきこっち来たけど、多分、場所的にぐるっと回っていかんといかんかったよね。痛いって。おいおいまだゲージ残っとったやろ。攻撃してこんといてくれるかな。一回降りてしまったらね、まだゲージ残っとってもゼロからになるんやけんさ。あれ、なんなんやろ。そしてどの辺、結構なんか下の方に数字ある気がするんやね。どっか降りれるとこある？こっちの方から行けるとか。よし、乗らして。あ、ここ降りれるんやない？あ、ほらほらほら。え、どこ？あれ、数字どこ行った？あ、違う。あったわ。あ、あれ、駅か。駅やね。駅、駅。ってことは、ここもまあ、駅は2つあるってことやね。じゃ、いろいろ拾いながら行こう。ジャンバタマネギ。大丈夫、大丈夫。もう駅やけん。駅のすぐ手前で、切れてしまった。雪の山麓の駅。どうも。戦闘やめてくれる？ちょっと。はい。駅を管理する駅ボットというからくりのようだ。駅ボットが求めるものを渡せば駅を復旧できそうだ。あ、でもここ、そっか、ブラドコーツがないんよな。水中花の蜜、クイーンスライム？絶対無理やん。絶対無理やけん。じゃあ諦めるとして、お宝探そう、お宝。どこだどこだ
かすかにお宝の気配を感じる。どの辺かな、かすかに。なんか強そう。大丈夫かぶ。大丈夫じゃないよ。やけん強行突破するんすよ。あ、ここなんか入っていけるんやない。怖っ。なんか出てきた。宝箱を開けさせて。玉の守りサラダ。守備力が、守備力がとてもアップする。キングスライム族の好物料理。料理を仲間にあげるには、冒険中に仲間に近づいて A を襲う。料理を食べさせるとしばらくの間能力アップなどいろいろな効果を得られるぞ。なるほど。一時的にだけなんか。やめてー。びっくりした。やられたかと思った。そんな体力少なくないよね。そこまで体力少なくないよね。ちょ、一旦。いや、戦闘早く終わってくれるかな。あ、よし。でもなんかこ、遠いんか。なんか強そう。大丈夫かぶ。いや、待って。えい。よし。そして、はい。シャッキリレタス。多分こっちの方角ってことやんね。お宝。ここさっき通ってきたとこか。こういうなんか金網の中とかにあったりするんかな。で、怖い怖い怖い、降りてしまった。ちょ、待って。はい、もう一回やりたいんですけど私。はい、大丈夫かぶ。痛い。ちょ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 、あの、探索させてくれますかね。危ないで。仲間を復活だぶ。ちょ、ドラキンお亡くなりになったけど探索させてって。おい、どこだどこだ。こっちの方角行くよ行くよ。うん、だいぶ遠いんやな。で、ここの真下やった？お宝があるの。一旦降りるか？え、どこ？これやな。なんか強そう。あ、待って、ま、ちょ、絶対無理、絶対無理。絶対無理、絶対無理。無理や、無理や。ちょ、イングリッド、早くこっち来てくれるかい？どこだどこだ。どこだどこだ。なんか強そう。大丈夫か。攻撃してこないで。早く早く。はい、来た。どの辺かな。お、近くなった。結構いてついた化石。お、近いんじゃない。銀のやつが出たな今。これか。あれ、なんか前回と同じ位置じゃない。落とした剣ってことか。んー、でもあれなんか他の段が取っていったんじゃなかったっけ。イエーイ。これは何だ。何あれ。何なんかが全くわからんねえけど。で、どの辺。近いぞ。近い近い近い。どの辺や。お、近いぞ。こっからさらに近い。どの辺ですか。君しかおらんけんね。ビジョン見にくい。あれ何。え、なんか建物みたいなあった。え、どこどれ。あれか、あれやな。ってことは、え、どの辺、どの部分。どこ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 。大丈夫かぶ。え、どこ。そのね、なんかか、多分肝心な部分がさ、なんか隠れとんよね。拾わないと。お宝落とすなって。おた、え、みんなやられとるやん。やられんなよ。おい、ここか。あ、
なるほどね。くー、やめていただきたい。鑑定する分意思が重てんやん、もうもう重てんやんか。ちょっと待って、一回あれや、回復しとこう。回復して、もうお宝の場所は分かったけん。あ、まだ誰か私のことを追いかけてきよる。よし、休みます。疲れた。よし、これで持てるやろ。近いは分かったんよ。この上なんよ。よし、で、あそこのお宝も拾っていこうね。拾わんといてよ、みんな。イエーイ、なんかめっちゃ光り輝いてない？え、いつもこんな感じやったっけ？きっといいものだぞ。トロッコやん、トロッコ。んで、これ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 。誰も来んなよ。拾う。なんか強そう。大丈夫か？よっしゃー、オッケー。やったー。あんな感じで普通にその場に落ちとんやねん。ね、帰ろ帰ろ。何しようあれ。トイレ？ではなく。え、ここって使えるやつやっけ？使えるやつか。数字が書いてないってことは使えるやつよね、きっと。よし、使いまーす。さあ、帰るよ。あゆな団地も。これで一旦やない？ランク3ぐらい。ただいまー。いつもめちゃくちゃ大歓迎してくれるね。そんな大集合せんでいいんやけど。みんな持ち場におってくれていいよ。あれなんなんやろ、右側のやつ。ま、これは普通にトロッコやろ。トロッコ洞窟のトロッコ。158,000。20年間トロッコに乗り続けている男がいたらしい。これあれよね、5のやつよね。あのなんか延々とぐる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 回りよったやつ。これは見た。うわ、大耳水の像、気持ち悪い。10万、どこかの世界にいるモンスターの像、めっちゃキモいんやけど。うわー、やだー。でも備品なんやって。頑張りましょう。さあ、これで。いったんじゃない？ほら。イエーイ、ランクアップ。これでランク3、駆け出しお宝ハンター団。やったね。ランクが上がりましたよ。あ、なるほど、これでマイトレジャーを受ける数が増えるんや。2になった、ここでやっと。なるほどなるほど。え、次が、ええ、待って、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万。あと600万いるってこと？めっちゃやん。めっちゃやん。なるほどね、頑張ろう。ん、何？いいお宝は手に入ったかしら。今回の冒険も大変だったんじゃない？まあね、ランクが上がったけん、焚き火にでも当たってちょっと休んでいくといいと思うんだブー。わかった。マヤたちは焚き火の周りに集まって一休みすることにした。アミノダンも順調に大きくなっているようね。この辺で二人にはちょっと、あたいたちのことを話しておきたいの。あたいたちが7つの流石を探していることは、以前話したと思うんだけど。ブブ。それって、神様から与えられた使命なんだブ。実は。僕たちはすごく遠い世界からやってきた、神の使いなんだブ。何を言っているのか。7つの流石を集めないと故郷に帰れないの。だからあたいたち、流石を探してるってわけ。ブそれで思い出したのが、流玉の迷宮で、流石のことを教えてくれた石板のこと。あの石板がまだあるかもしれないから、流玉の迷宮をもっと調査したいんだブ。ほう。でも開かない扉があって、先には進めなかったんだよね。だから駅の修復が終わって、暇してた親方さんに声をかけてみたの。親方さん？親方さんって誰だ？おったっけ、そんなの。扉が開いたら二人には、流玉の迷宮の探検をお願いしていいかしら。七つの流石を早く集めるためには、
石板を見つけたらいいんじゃないかと思うの。石板とは。皆さんこちらにいらしたんですね。後で私のところへ来ていただけませんか。ちょっとお話ししたいことが。お話ししたいことなんだろうか。いろいろやることがありそうね。今日はもう休みましょう。ふんふん。宝を宝物庫に送った。お宝占い、我が輩に任せ。よし、とりあえず帰ってきたでしょう。家帰るのか。違う。どんな用だ。違う違う、派遣。派遣だな。はい、戻っているぞ。ただいま。さあどうですか今回は。帰還成功。どんなもんだ。ふわふわ小麦、スライムゼリー、どんよりマッシュ。なるほどね。どんな用だ。待って、もう一回派遣に行っといてもらおう。派遣だな。派遣するか。ちょ、派遣先変える。行き先はどこだ。どこがいいかな。赤い林の駅にしよう、なんとなく。いいのか。はい、一丁行ってみるか。オッケー。さあこれで誰か来られる子はいます。ねえまゆさん、私から一つ提案があるんですけど。アイナダンもだいぶ大きくなって不便も多くなってきましたよね。そこで新しい施設を追加してはどうかなと思うんです。いくつかリストアップしましたので、良い施設があったら選んでみてください。その施設が追加できるように私がお手伝いします。どの施設を追加したいですか。どの施設が追加したい。必要そうなものから選ぶといいですよ。新しいことがありそうですよ。新しい施設の追加よろしくです。いつでも買い物、本部島に商店を。あ、それ欲しいけど。クフィ砂漠島に目利きの行商人って噂のマーゴムさんという方が来てるそうです。その方にお店を開いてもらいたいなと。あ、なるほど、これ全部クエストなわけか。なるほどなるほどね。別に受けるとかじゃなくて。他に何か利用されますか。なるほどね、そういうことね。 OK です。もう受けたってことになっとるわけね。でもう一個受けるんやったらもう一個置こうや。これ何置こっかな。何置こっか。ってやったらね、キャラクターがいいんやけど、踊り子の服でも置いとくか。はい、オッケーオッケー、いいよいいよ。そのうち多分私そこキャラクターだけにするけん。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あー、やっとあれやね、ランク3に上がったけど、目標のランク4まではまだまだか。600万ゴールド。あ、頑張らなければ。